タツの酒場チャンネル。濃いめでお願いします。ピリピリ系、うん、濃いめにしたらチビチビ飲めるんちゃうかなって。そんなことないか。なんで分かるよ。撮影する前に食ったよね、これね。あ、そこに言っちゃうよ。あ、もう 今これ動画で撮ってるから。もう完全つまみだもんね、これね。名古屋会で、あの、きしめん住吉ぐらいしか食わないって言ったけど、いや、ここで毎回食ってんだ。ホワイトアスパラいらない。ホワイトアスパラ、俺ホワイトアスパラ好きやけどね。本当？うん。なんかいや。大根も食うの？どうぞ、食べてみよう。別に大根はどっちでもいい。めっちゃヘルシーな気分にはなるけどな、これ、うん、気分だけだよ。めっちゃゲフっぽいサービス。バレちゃう。柿やな、柿やな、うん、何の箱ですか。
油油もうね、飲み方がもうパロディー嬉しい。普通はもうここでかき食ったらフィニッシュだよ。さっきの焼ききしめん食ってもあれがフィニッシュだと思うから柿をサービスしてくれ。乾杯。でもなんかメニューの中ってあのなんか熊本ものっていうか九州もの結構多いじゃないですか。そうだな。熊本出身で。奥さんが熊本なんですね。はい、そうです。僕は岐阜なんですけど。あ、だからこう甘醤油とかもあるのは。こんなでかいっけ、これでもたっぷりつけてなんか大福食った後の目光みたいになってる。
これ頭からいく。一口で食えんかったな。クロマツ白泉ってこうやって飲む酒やと思う。
長。ホッピThank you.
絶対こう。ただのレンコンやん。からしレンコンからからし抜いたらただのレンコン。消えかかった怪盗は僕を預かる。それだけでいい。ここで話をしよう。